2023年共通テスト英語リスニングやっていきたいと思います。公表していきます。つまり表記法しか解けない問題です。これはさ、良くない。問題下手とか言っちゃうのもあれですけど、他で答えが分かっちゃうし、32と33は常識でもうこれだろうなって思ったので正解になったから。なんで難しいかっていうと、情報処理に加えて後で違いましたみたいなのが来るんだよね。これがトイックと違うところで、おはようございました。もてつチャンネル。さあ、2023年共通テスト英語リスニングやっていきたいと思います。公表していきます。もうね、リーディングの問題解いて、公表動画撮って、でルーとハズキの共通テスト自己採点動画を撮って、もう疲労困憊なんですが、はい、その後にリスニング問題解きましたはい、公表していきます。もう12時半ですよ。はい、ではいきます。まあ全体的には同じぐらいですね。はい、引っ掛けるところもやっぱり引っ掛けとしてある。うん、難しくはないけど別に簡単でもないですね。やっぱり後半の方は難しい、序盤が優しいっていう感じだったと思います。まあ引っ掛けもいろいろあったんでね、はい、説明していきたいと思います。な、最初ね、第一も1がさ、3回連続だからちょっと困ったよね。はい、ドア閉めてくれっていうのが1個目でしょ。2個目が、そうじゃ、ボーは終わったけど、パンの方はまだ始めてないって言ってましたもんね。で、次が、あ、ポストカードはアンクルからですね。はい、受け取った。このレシーブとセントの言い換えね。誰々が送ってくれた、誰々が受け取った。これトイックもよく出てくるんですよ。で、最後が、more than 20 students ですね。to、もう2人来るって言ってたよね。はい、次が、ほとんどなんか残ってないよみたいなこと言ってたんで、3ってわかる。で、次が、behind って、そう、後ろ、柵の後ろだって、って言ってるからまあ1なんでしょうけど、でも自分がどこにいるかなんて書いてないんだけどね。まあまあ一応この視点ってことなんでしょうけどね。次は簡単でしたね。黒いズボンでスケートボード持ってるって言ってた。で、次が、はい、アバター問題ですね。皆さん話題になった、なんだこいつみたいなね。メガネかけててドリンク持っててパソコン持ってるだから読んだよね。で、次が、はい、まあ、いわゆる消去法で解いていかなきゃダメだよって言ってたやつですね、解き方。まあ、細井先生のチャンネルでも言ったんですけど、ペットボトル違う、コップ違う。で、ここ入れるんで、いや、ここはガラスの瓶だよって言ってるから、缶だっていう読んでね、わかるんですけど、缶っていうのを言わないでも、これが正解だってわかんなきゃいけない。つまり消去法しか解けない問題ですね。積極法では正解ができない問題。はい。次も消去法で解いていけば、紐いらないって言ってて半額って言ってたから3ってわかりますね。2つの条件を合わせる問題です。とにかく条件ですからね。で、続いても食べ物とロッカーだから、はい、2。で、はい、第3問行って、こっからが1回読みですね。まあ、やっぱり1回読みになるとレベルが上がると。サブウェイラインで最初に使うのはどれかって言って、最初もグリーンラインって言うんですよね。で、その後で、なんかブルーとイエローに乗り換えられるって言って、レッドラインの方が早いみたいなんで、いやいやいや、グリーンライン乗るのにレッドラインも乗っちゃ困るでしょうって思ったら、クローズドって言ってましたもんね。じゃあ、レッドラインはダメ。一番最初に聞いた情報で答えが出ちゃうっていう問題だったね。で、次は、あ、これは、ちゃんと消していかなきゃいけなかったね。インディアンフード、家で作るっていうですね。まあ、インディアンフードが分かんなくても家で作るっていうのでわかるでしょう。で、次は、辞書をバスに忘れてきちゃったんだよね。そう、辞書を使ったのに、電車の中で辞書は取ってる。カバンから取ってるって言ってましたもんね。はずきがイヤホン忘れたって言ってたけど、ないんですけど。だからほんとしょっちゅう色段なくすからね。はい。次が、イギリス生まれ。その後、ドイツに行ったって言ってたよね。うん、ロンドンっていうの言ってたもんね。次が、男性はドラッグストアで薬を買うですね。だから、ドロップバイとかさ、オンマイウェイホームみたいなさ、なんか引っ掛けのやつがね、2にさ、載ってるじゃん、その表現。いやらしい問題って思った。で、次が男性はアダプタキャットですね。はい。女性がドッグを飼ってんじゃなかったっけ、確か。で、そう、男性の方はなんかキャットが欲しいって言ってて買うの？それとも養子にすんの？みたいな風に確か女性が言ってたんだよね。だからキャットとドッグもちゃんと最初の方だったっけに聞いてなきゃいけないっていうので、めんどい問題だなと思った。はい、続いて第4問は図表のやつですね。はい。仕事は、コンテントワークっていうのが2011年あるんですごい増えた。って言ってて、で、その後インカムがちょっと下がった、で、ロケーションはすごい下がって、ワーキングアワーズはちょっと上がったみたいな、そんな順番で喋ってましたね、確かに。あ、これ選択肢順に喋ってんのか。あ、じゃあ優しい。で、続いて条件を、はい、合わせていくやつで、まあこれ全部私メモしてますね。そう、ステージ A のファーストでの人はメダルがもらえて、ステージ B のファーストでも1位でもメダルがもらえる。で、ファイナルランクの1位の人はトロフィーがもらえるって言ったから、で、それ以外はゲームですって言ってましたね。だから、ダークドラゴンとウォーリアーウォーブスは
1位1個も取ってないから全部ゲームだっけ、2つともゲームだっけ。エレガントイーグルス、あ、これ全部ね、アリタレーションって、頭韻って、もう最初の音合わせてますけど、DDEESSWW ですけど、エレガントイーグルスはメダルとトロフィーもらえて、で、ショッキングシャークスはメダルだけもらえるっていうので、で、それで1621です。はい、これも、まあ、うん、ちゃんとメモられてれば簡単でしたね。で、次の条件のやつもすごく簡単でしたね。はい、聞いてて。私は合ってるやつチェックマーク、間違ってるやつバツつけてくんで、はい、チャーリーが、チェック、バツ、チェックで、ジュンが、バツ、チェック、チェックでしょ。で、ナンシーが、チェック、バツ、バツ。で、フィリップだけが、チェック、チェック、チェック。だからもう、ナンシーまで聞いた時点で、3人全員違うから、フィリップが正解だろうなっていうのはもう分かってた。だからその間に第5問読んでた。で、なんで、第5問を読んでいたので、だいぶ時間がありましたね。最初が、賢い、そう、コーポレティブ。と、言い換えてたよね。別の表現だったな。インテリジェントとか言ってたっけね。で、象の体が何に使われるっていうので、アクセサリーとコスメティックス、スキンケアって言ってましたね。言い換えてると思った。次はパフォーマンスで、グループとデスですね。これはさ、良くない。問題下手。下手とか言っちゃうのもあれですけど。だってさ、32番の選択肢とかさ、33番のやつ見ればさ、グループとデスは分かっちゃうもんね。で、ちなみに32も33も表とか音声聞く前にもう、あ、これ34だなって思ってそのまま正解だったからね、他はありえんだろ、常識で考えてっていうものだったんですよね。だからね、問題作るの下手ですよ。第5問他で答えが分かっちゃうし、32と33は常識でもうこれだろうなって思ったので正解になったからつまんなかった。はい、まあちゃんとね、ゾウと人が出くわしてこう死んじゃうっていうね、場面が分かってないといけないですけどね。で、次第6問かな。まあやっぱり第6問が一番難しいかな。なんで難しいかっていうと、情報処理に加えて後で違いましたみたいなのが来るんだよね。これがトイックと違うところで、こうだと思ってたけど実は違うみたいに後で変わるっていうのがちょっと特徴です。共通テストの最初のハイキングで、まあ34は簡単ですけど、ハイキングアローンっていうのがいいんだっていうのも説明して、で、数が最初はそんなんダメだよみたいな感じで言ってたのが、うん、そうかもねって言ってるのでアクセプタブルなんだけど、そう変わるんだよね。これ読み方で感情ってわかるんですけど、そう変化が起こってるので難しい。で、 B 行ってこれもそうですね、変わるんだよね。そう、都市部に住むのは最初メリー住むみたいな感じで住むんだよ。これも4人も聞き分けるの大変だよね。で、住むみたいな形で言ってて、ジミーも、いやもう絶対都市部だよみたいなこと言って、で、リサが、いやサバーブスじゃないと高いからさって言ってさ、で、コータもそうサバーブスが良くて、で、なんかエクササイズのスペースが欲しいみたいなこと言ってたよね。で、ジミーはそんなエクササイズのスペースなんかどうでもいいみたいな、俺はちっこいのでいいなみたいに言ってて、で、メリーがなんか犬飼ってんだよね。それでリサがすごいスペース、犬とか飼うんだったらスペースいるよって言って、な、メリーが You may be right、 合ってるかもしれない、 I have to think again とかって言うんだよね、確かね。もう一回考えなきゃって言うから、だからメリーが消えるんですよ。最初だからメリー、ジミーで印つけてたんだけど、途中でおいメリー変わんのかいって言ってジミーだけっていうので、まあ難しいよね。で、リサの考えの根拠になるのはどれかなんで、まあちょっとね、ブラックピンクはずっと頭の中によぎってたんですけど、はい、まあリサは高いって言ってたから、サバーブズが。で、僕ももう聞く前にこのグラフも全部見てるんで、ああすぐに2だなっていうのは分かってた。で、ちゃんと聞いてなければペット言ってたなとかって言って別のものを選んじゃったりね、それ1とかね、選びそうなんだけどね、1はペットにかかるお金ですからね。はい、だから違う。やっぱりこの変化するっていうのが大変かなと思いますね。まあ情報処理消去法でちゃんとやっていくとかっていうのは当たり前なんですが、実はこんなね、厄介な点もあったんで、いやすごいと思いますよ。やっぱりこれを解くっていうのは本当に受験生の皆さんお疲れ様でした。はい、リーディングの方もね、はい、出ておりますので、でもやっぱリーディングの方が全然難しかったですね。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。